作された日本陸軍の爆撃機機である設計製造は中島飛行1935年に日本陸軍は93式重爆撃機の後継機の開発を中島と三菱に要請をした。これを受けて中島では機重9重爆撃機として試作に着手し、1937年3月に試作機を完成させた。 機19は流線型の胴体を持つ中翼の総発単容器で、主脚は完全引き込み式、胴体内に爆弾層を装備するなど、空力的に洗練された機体であった。機体構造など各部は、中島がライセンス生産を行っていた、ダグラス DC-2 輸送機を参考にしていた。エンジンは、自社製のハゴ空冷式エンジンを搭載していた。 爆弾搭載量は 750kg で93式銃爆撃機と比べると減少していた。飛行審査は昭和12年3月から三菱の機21試作機と比較する形で行われたが、両者とも飛行性能は優秀で性能の優劣がつけづらい状況であった。しかしその後の実用試験の結果機体は三菱製がエンジンは 中島製が優秀という評価が下された。陸軍は中島に対して三菱製の波6エンジンを搭載した増加試作機製作を支持するとともに、三菱にも中島の波5エンジン搭載の増加試作機製作を支持したが、この三菱製増加試作機が優秀な成績を収めたため97式重爆撃機として正式採用されることとなり、機重9は 不採用となった。その後、試作機のうちの一部は、武装を撤去し、長距離通信機 N-19 として、同盟通信社に払い下げられた。ありがとうございます。